チャンス田中です。今回は PPSH を使ってドミネーションやっていきたいと思います。そしてこの PPSH はアンティアップをつけて、そのアンティアップをつけてこのね低キルストマーシュやっていきたいと思います。わーやばブレ狙えねー狙えねー、あれはね狙えませんね。よし、この距離なら狙える。なんか敵どこ行ってんだろうね。 A にも来なかったし、後ろか。よし、ナイス、オッケーオッケー。さあこれを今回敵じゃなくて味方さんに、そうあげるという形でね、そう味方さんにケアパケを上げながらのドミネーションですね。おすそ分けですね。さあタロンをあげるよ、タロンをあげるよって言いながらなんか来てたね。あげるよあげるよ、なんかあれ、ブラボーブラボー、よいしょ、危な、後ろ大丈夫、後ろ一番怖いよね。よし、ケアパッケージ共有、いいですね味方さんに。そう、私はあげるんです。今回は味方さんにとことん尽くします。大丈夫かな、後ろ怖くね、なんか知らないけど。一応ブラボー倒した、大丈夫かね、こっちから湧いたから大丈夫か、そんなことはなかった。よしよし、ブラボーは守っとく、任せろ、私のセムテックスは最強だ。よいしょ、マージ、いやマージ EMP、 あの絶好のタイミングで EMP グレネード受けるのってほーんって感じですね。ほんと OKOK、 着いた。うん、ここにいるね、一匹はアシストで来ましたね。もう一匹はどこ行った、やば、すごい EMP グレネードぽいぽいがいますね、怖いな、マジ。よし OKOK、 敵 UAV は許さんぞ。よしよしよし、これで、あ遅かったか遅かったかというか回ったよね多分これね。あーやばいやばいやばい、おらー危ねー。よし、やば、敵にもいたんだなルーインが。さあ次は何が出たのかわからんけど、ここら辺に、おセントリーガンが出てるじゃないですか。あれ誰かあげるよ、どうぞ受け取ってください。やば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 、よしよし、オッケー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 、おお怖い怖い怖い、ほほほ、ポイントやばいんだけどケアパケめ大量すぎあそこに、ほら誰かケアパケあげるから、そこのケアパケ取り放題なんだけど、あそこよりどり緑だぞあそこは、マジでやばい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 、おおやばい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 、あーちょっとまあローリングサンダーにはしょうがない。味方取れ味方取れ、ラプスがあるんじゃねえかこれ、ちょっと待って、ラプスじゃねえや、これはあれだ、ケルベロスだった、ラプスではない、危な、よし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 、よっしゃまた回ったぜやば、じゃちょっとこれ UAV 出しまくりでいきます。誰か取れ、誰か取るんじゃ、よしよしよし、共有共有、いいですねいいですね、いいぞいいぞ、みんな取ってけ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 、泥棒ですよこのね。個人的にはあ B がやばい、手前にいるのは分かってるぜ、 OKOK、 個人的にはあれなんだけどね、最下位の人に取ってほしい気はするんだけど、
誰が取ってくれてるかわかんねえな今。2位の人が取ってたような気がする、セントリーのキルログ的に。まあ誰でもいいんでね、あげますよ。とりあえずね、この B が B さえ取られなければ、よしよしよし、30点リード。ここで気を緩ませると、僕こっからね絶対気緩めちゃダメなんだよ、後半マジで怖いから。もうね、何回かこれ同じことやってるんだけど、なんか知らない後半になるとね、クソボコボコにされるんで、ちょっとそこをちょっと気をつけて。すげえスコアがやばいんだけども、試合終わった感じスコアなんだけどこれやば。さーて、いきますよ、 A 取りますよ。とりあえずここにも、イエーイ、ほらいいね、ケルベロスここで出してくるのいいですね、いいですよ、いいですよ。ここで前線を上げていくケルベロス重要ですからね。さあ敵が1人、大丈夫マジ、あ待って、バレてないけど、バレた人に殺されちゃった。いやこれブラボー取りたい、敵もめちゃくちゃブラボーに来るな、これこれぞフリンジ。待てよ、あーブラボー取られた、マジか。敵のルーインが使ってたのはちょっと不幸中の幸いか、やべえな。いやこっからだよ、みんな引き抜いちゃやべえよ。いやーマジーやばい、ここで僕たちのカウンターもちょっと出していきたいところだけど、オッケー、強化セントリーはやばい、ちょっと今の僕のこれじゃあ真ん中に行くことができないですね。上行こう、ここでセントリーガンにやられたらちょっと悲しいな。あーごめん、この武器無理だその距離狙えねえ、ごめんよ。待って、 A 押し込みから C 押し込みにちょっと変えよう。すまんの、いやきついなあれは、あの距離はちょっと。 PP スイッチはほんとなんだろうね、ベスパーみたいな感じで使う武器なので、なんだろうな、ここの多分そこの板までの距離が限界かな、それ以上行っちゃうとちょっと本当に半端なくブレるので運ゲーになりますね基本的に。火力はしかもベスパーに負けちゃうから。そうなんです、実はこれロマン武器っていうね、意外とほらこんな感じでクダにも負けちゃうんだよね、近距離。悲しいかな。いやー敵ノリノリだね、まあいつものパターンなんだけどね、これを何点ぐらいで抑えれるかだよな、それにかかってるわ。さーてここで B 取って、この B が維持できるかな、よしって思ったけど、よし2キル、よしよしよし、これで取り返そう、いけいけ味方さん、ちょっと奥、うわー気味で投げたんだけど、よしルーイに直で当ててく、グラビティスパイク UAV、 くー UAV でもこれ間に合わ、あーもう一気に来たかった、ここのなー、この縦の距離のやつ狙えないのはマジで痛いよなーこれ。あー怖い、マジ後半の、よしとりあえずここに置いとこう、やばけよ、とりあえずこれ取れるか、ダメ効かないそんな。あーもうこれはあれだねー、カウンターはダメ、よしエルストに変えといた、誰かエルストやっといてっていうレベルじゃないかもしんないこれ。やばい、あのエルスト誰か取ってっていう前に自分で取るか、あれはもうさすがにこの状況だともう自分で取った方がいいわ。
お、取るかい？取らんのかい？取らんのかい？すまんな、なんか惑わせて。よし、エルストちょっと撃っといた。一切エルストが引っかからんのだが、うらうらうら、なかなか厳しいね。なんか来いよ。またエルストか。エルストでちょっとあれですね。後ろ後ろ、よし、エルストで1キル。危ない。ここからの敵がやばいね。しかしあれはやっぱ距離的に無理があったか。おら、おっしゃー、よっしゃ、取った取った、いいぞいいぞ、ナイスナイス。ここでちょっと足止め食らわしたいんだけど、大丈夫かこれ。 B 守るのも大丈夫だ、重要だけど、これはあれですね、 C まで行きたいね。ちょっと後半、なんでラジコンに変わるのバカチンが。 C 行くかこれ。よし、おお、来ない。おっしゃ、 C 確保開始、ワンチャン。ブラボ、守れ、俺守るぞ。うわぁ、釘やるなぁ。おぉ、マジ予言者かな、私は。オッケーオッケー。おぉ、いやぁ、負けたかー、悔しいなー。まあでも今回はね、味方さんに何個か前半でちょっとね、上げることができたんで良かったと思います。やっぱこれっていうか、なんだ、なんで後半負けるんだろう。ちょっとね、この不思議な、なんだろう、後半推しの不思議、誰か謎を解明してください。よろしくお願いします。というわけで今回はこんな感じで、PPSH で、ケアバケマシみたいな感じでやってみまいりました。いやー、謎。謎、謎ですね。はい。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。